一般社団法人キリスト教学校教育同盟は、日本のキリスト教プロテスタント系のキリスト教主義学校の学校法人により組織されている団体。2017年現在の加盟学校法人は103、法人。1899年8月3日の文部省訓令第12号により、宗教教育を禁じる法令が発令。聖書。 礼拝を中心とするキリスト教学校にとっては、存立を脅やかす政府の圧迫となった。キリスト教教育を続けることは、各種学校の取り扱いとなり、それによって、上級学校への進学や、徴兵猶予の特典を失うことになる。それは、男子校にとっては、ある意味で死活の問題でもあった。しかし、各学校は、さらに密接な連絡を取り合い、 その得点を捨てても、キリスト教教育を守ることに徹した。一方、その間に、本田ダヨイチ、イブカカジノスケなどが文部省に、訓令の撤回や適用除外の運動をし続けた結果、1901年5月、前述の上級学校への進学、徴兵猶予等の得点を回復することができた。この時の、各学校の協力を契機に1910年4月、 男子校十数校がキリスト教教育同盟会を組織し、第一回総会を同志社で開催した。第一回総会座長は原田助である。一方、女子校も1913年10月、全国から20数校が広志連の学園に集まり、女子キリスト教教育会を組織した。初代会長は倉ラ栄エカンバースである。石坂正信、 CB でフォレスト等が中心となって、1922年11月、両会とも同志社で総会を開き、合同が成立した。名称は、男子のキリスト教教育同盟会を継承した。会長は、石川角次郎、加盟校数は63校となった。1956年、キリスト教学校同盟となり、1970年、事務所も、銀座の教文館から、 東京都新宿区西早稲田に移転した。1971年、財団法人キリスト教学校教育同盟維持財団の設立が認可され、名称もキリスト教学校教育同盟と解消。東北、北海道地区、関東地区、関西地区、西南地区の4地区協議会を設置し、教育研究委員会、広報委員会の常設委員会などの組織を、 整備して、新しい事業への取り組みや活動を開始した。2010年に100周年を迎えた。それに伴い、2000年度総会において、キリスト教学校教育同盟創立100周年、記念事業を行うことを決議し、特設委員会を理事会のもとに設け、キリスト教学校教育同盟100年史の編纂、発行活動のための検討、資資料収集、調査を行っている。 2013年4月1日、財団法人キリスト教学校、教育同盟維持財団が、一般財団法人キリスト教学校、教育同盟維持財団に移行。2014年10月15日、任意団体、キリスト教学校教育同盟を、一般社団法人キリスト教学校教育同盟、として登記した。二千十五年六月二点一三日、聖霊学園で、 第103改定児童会が開催され、一般社団法人キリスト教学校教育同盟と一般財団法人キリスト教学校教育同盟維持財団が合併し、一般社団法人キリスト教学校教育同盟となった。加盟校は次第に増加し、2017年現在は103学校法人となっている。ありがとうございます。